非常にこれ大きな問題です。働くことに意味はあるのか、皆さんこういうことを考えたことあるでしょうか。私はサラリーマンになって、製薬会社で働いて仕事きつくてもうずっと考え続けました。働くことの意味は何だろう。あるいは皆さん今勉強しているときに勉強の意味って何だろう。私も考えましたね。何意味があるのか勉強って。あれもっと大きなところで人生に意味はあるのかって考えませんか。皆さん人生って何だろう。人生意味はあるのか。私なりに考えて結論が出たんです。もちろん私の意見ですよ。働くことに意味はあるのか。働くことに意味はありません。勉強の意味もありません。人生の意味はないんです。みんなが作るんです。これでっち上げるんです。だから私最初に皆さんバットの中にグッドを見つけようって今話をしてきました。人それぞれなんです。そんなことなんか言わないでくれって言うかもしれませんが、これ本当意味ないんです。逆にでっち上げてますよね。勉強は嫌だ、勉強はつらい、仕事は嫌だ、金のために働くのが、ネガティブに意味をつけてます。それが世の中のほとんどの大人です。だったら皆さんいいようにでっち上げたらどうでしょうか。だから私はバッドの中にグッドを見つける方法を今お伝えしました。そんなことかって言われるかもしれませんが、そんなことだと私は思ってます。ただもうちょっと証明しろみたいなこと言われるんで、こんな研究も見つけました。